こんにちは、柴田です。今回はテレキャスターの鳴らし比べです。今回の動画はですね、テレキャスターを鳴らし比べるんですけれども、これはですね、フェンダーのテレキャスターなんですが、どっちがいいとか悪いとかではなくて、テレキャスターってめちゃめちゃ個体差が激しいんですよ。歴史の古いですね、ギターなので、何年をモデルにしているかというところでも全然サウンドが変わってくるんですが、もちろんメーカーによっても変わってきます。年式やメーカーによってサウンドが変わってくるのは、どのギターも同じなんですけれども、その中でもこのテレキャスターっていうのはですね、めちゃめちゃ振り幅が広いんですよ。同じボディの形、同じネック材なのに、大きくサウンドに差があるので、そのあたりをですね、音を聞いていただいて、ご自身でテレキャスターを選ぶ際に、少しでも参考になったらなと思います。例えばこのテレキャスターはですね、1993年頃の N シリアルですね、フェンダージャパンのテレキャスターになっております。これはボディ材が線になっていて若干軽めな感じなんですが、テレキャスターって結構ジャキジャキなイメージあるかと思うんですけど、これはね、結構ね、ふっくら系です。鳴らしてびっくり、結構なふっくら感です。多分ね、時代背景とかもあると思うんですよね。そしてこちらですね、私が愛用しているテレキャスターなんですが、これはフェルナンデスの80年代後期のテレキャスタイプ、先ほど紹介したフェンダーのテレキャスターとはもう正反対のジャッキジャキのギターです。これはですね、フェルナンデスがジャキジャキの傾向で、フェンダーがファットな傾向、そういったわけではないです。フェルナンデスでもファット系なテレキャスありますし、近年のフェンダージャパンのテレキャスターは結構ジャキジャキですよね。なので年代だったりとか、あとボディ材だったりとか、もちろんピックアップも変わってくると思うんですけれども、ネックはね、大概メープルなんですが、ボディ材もね、線だったりアルダーアッシュ、そしてバスウッドと非常に種類が豊富です。なのでテレキャスターを選ぶ際は、一度ご自身でね、鳴らしてから購入するのがいいかもしれないですね。今回この2本のテレキャスターでどれぐらいね、サウンドの差があるかっていうのをお聞きいただきたいと思います。